富山元代表からは様々なことを考えて考え抜いた挙句、今回の衆議院選挙には立候補をしないという決断をいたしましたと。東京都民の安全と安心を守るためにその重責を自ら担っていく決心をいたしました。経済政策において長引くデフレ、そして円高を是正し経済を成長させていくための新たな成長戦略を進めていく。11月21日水曜日、時刻は19時を回りました。東京 FM タイムライン、こんばんは、上杉隆です。東京 FM 今井博美です。ニュースプログラムタイムライン、自由報道協会理事長でメディアカンパニーノーボーダー代表取締役の上杉隆さんと、この後19時54分までお届けしてまいります。今夜もよろしくお願いします。お願いします。はい、驚きましたね驚いたというのは、はい、先ほど冒頭の、V でも音でも流れましたが、鳩山由紀夫元首相が、引退表明を、今まさに地元苫小牧では、はい、会見を、そうですね、出馬会見をまだやっている最中です。講演会の会合があった後に今記者会見を開いて、はい、先ほど改め、正式にですね、この政界引退を表明したということですね。私も番組始まる直前まで、あのニコニコ動画で、これ放送してるんで、はい、これを見ながら聞きながら、ツイートをしていたんですが、うん、実はですね、あの昨日まさにその引退表明が出たニュースが流れた時に鳩山さんと、食事をしておりまして、今日今話している内容というのは、昨日の段階で、伺っていました。いろんなニュース入ってきますが、その、自分自身でもトップニュースというのはこの鳩山さんの引退表明ということですが、はい、この後のニュースで、ね、詳しく伺いたいと思いますけれども、はい、他にもね、猪瀬さんの出馬会見であったり自民党の政権公約発表であったりと、はい、いろんな、ね、ニュースありますけれどもね、そして、皆さんにとっては大切なニュースだったは何だったのでしょうか。11月21日のタイムラインです。停戦合意は持ち越されました。パレスチナ自治区のガザを支配するイスラム原理主義組織ハマスの幹部は20日、ガザをめぐるイスラエルとの停戦合意が21日に持ち越されたと述べました。ハマスの当局者は当初停戦合意が20日夜に発表されると述べていましたが、交渉は土壇場で難航している模様で、イスラエルから回答がないということです。双方の攻撃は20日深夜も続いて、ガザ側の死者は140人を超えました。8時50分、貿易赤字4ヶ月連続です。先月10月の貿易収支は4ヶ月連続の赤字となりました。赤字額は5490億円で、10月としては過去最大です。 EU や中国への輸出が大幅に減ったのが要因で、自動車や鉄鋼の輸出が落ち込んだほか、輸入も原油などが減りました。13時15分、民主党の鳩山元総理は野田総理と党本部で会談し、来月の衆議院選挙に立候補せず政界を引退する意向を伝えました。会談で鳩山元総理は、考え抜いた挙句立候補しない決断をした、第三の人生を歩みたいと述べました。鳩山元総理は民主党が消費税の増税や TPP 推進への賛同を候補者を公認する条件にしていることに反発していました。さまざまな政治家の引退というのを、私自身も見てきましたが、やはり鳩山元首相の引退というのは、私自身、鳩山国務事務所にいましたが、民主党結党の時、一緒にですね、同じ釜の飯を食ったというか、一緒に汗をかいた、その張本人ということもあって、特別の思いがあります。これは後ほど、お届けしたいと思います。14時、東京都知事選挙の対決構図が固まりました。東京都の猪瀬直樹副知事が来月16日に行われる都知事選挙への立候補を正式に表明しました。猪瀬氏は石原前知事から後継者に指名され、自民党が支援、公明党が支持を決めているほか、日本維新の会、みんなの党も支援する方針です。東京都知事選挙には他に、神奈川県の前の知事の松沢重文氏や、日本弁護士連合会の前の会長の宇都宮健二氏、
自民党の総務会長などを務めた笹川隆氏らが出馬を表明しています。国政解散総選挙の陰でどうも消えてしまったような東京都知事選ですが、日本の首都の顔を決めるという非常に大きな、意義のある選挙です。また13年半石原都政が続いたんですが、そういう意味で新しい顔を選ぶということで本来では注視しなくてはいけません。その選挙、間もなく告示ということです。15時30分大胆な金融政策への意欲を重ねて強調です。自民党の安倍総裁は衆議院選挙の政権公約を発表する記者会見で、かつての政権の時に取っていたデフレ対策のための金融政策とは次元の違うものを実行すると語りました。なお自民党が発表した政権公約は法人税の大胆な引き下げを実行するとして経済再生を重視しているほか、沖縄尖閣諸島の実効支配の強化を明記するなど保守層にアピールする政策を打ち出しています。今井さんに今日11月21日のタイムラインを伝えてもらいました。なんといっても私自身先ほども何度も言っているように、鳩山幸男さんの、不出馬引退表明というのが一番気になるニュースなんですが、昨日ちょうどね昨夜、ホテルオークラで一緒に食事をしていたということもあって、どうしてもこれは気になるところなんですが、ちょうどこの番組をやっている頃ですかね。そうですね、昨日の7時頃とかそれぐらいに、速報という形で、各社流れておりましたけれども、速報が入ってその速報をですね、鳩山さんに見せながら、こんな速報が入ってます、ということを、やっていたんです。あの会自体はこれはオープンになっている、一部オープンになってますが、鳩山亮さん経営コンサルタントの主催する日本構想フォーラムという会合で、茂木健一郎さんとかですね、そういう方と一緒に食事をしていた、その中での本当にニュースの現場にいるような感じを久々に感じたんですが、なんといっても当事者がですね鳩山幸男さんということもありまして、非常に驚いたということです。そこで今夜ピックアップするのは、鳩山元総理政界引退、友愛精神はどこへ行く。鳩山元代表からは様々なことを考えて考え抜いた挙句、今回の衆議院選挙には立候補をしないという決断をいたしましたと。政界を引退し第三の人生を歩みたい、人材開発等と、最後には鳩山元代表からは古い政治に戻すことのないよう政権交代でやろうとしたことをしっかりと前に進めるために頑張ってくださいというお話がございまして、固く二人で握手をして、お別れをしたということでございます。今聞いていただいたのは、今日鳩山元総理、野田総理と党本部で、10分ほど会談されたようなんですが、その直後、野田総理の会見になったわけですけども、今ニュースが入ってきましてですね、鳩山元総理、今日地元苫小牧でね、今会見をしているんですけれども、今回の政界引退の理由に関して、消費増税や TPP などをめぐる自身の主張が、現政権の方針と異なると指摘して、公認されないとして、これでは戦いないと判断したと述べたということなんですけれども、昨日一緒にお食事されていたということですが、何か今回のこの政界引退について鳩山さんはおっしゃっておりましたでしょうかね。全部言っていましたね、長い3時間ぐらいですかね、いたんで、それで、私自身はどちらかというと96年旧民主党結党の時のことが主な話になったんです、というのも当時私鳩山家の秘書で、そして民主党結党のその現場にいていろいろお手伝いをしてたんですね。で、鳩山幸男さんとも、もちろん邦夫さんともいろんな友愛精神も含めて新しい政治を作ろうというような話をしていることを、またなんか懐かしい思いをするような感じで、今それがなくなったねというような話をしていました。ちょうどね、この民主党結党の時の、これが今理念文書っていうのがあるんですよ、民主党結党時の、それが1996年9月17日に作ったものが手元にあるんですが、それが本当にその昔の友愛精神というか友愛外交というかですね、そういうことを今鳩山さんが言ってることをそのまま実は十数年前ですか、6年前も言っていたんだなと、そういう意味では鳩山幸男さんって変わらないなということを改めて、一緒に話を聞きながら
思いましたね。今回今の民主党のその主張にですね、自分はついていけないということで離党される方も結構いらっしゃる中で、今回離党ではなくて引退という道を選んだのはどういう、ところがあったんでしょうかね。それもやはりびっくりしたんですね。やはり離党するべきじゃないかと、もともと血統の精神から完全に歪んでしまった、少なくとも2009年マニフェストから違うんだからということで、実は昨日の、食事をしたメンバーもそのようなことを言っていた人が多かったんです、ところが鳩山さんは、そうは言ってもやっぱり哀悼精神というか、自分が作ったもの、それに対して、最終的に、蹴飛ばして出ることはできないと、それほど、やっぱ思い入れが強くて、そんだったら、民主党に残ったまま、自分は、このまま、国会議員のバッジは外すけど、民主党員として一般人として不出馬をしようと、そういうような判断に至ったというふうに言っていました。やはり、鳩山由紀夫さん、これ良くも悪くもオーナー意識が非常に強いというか、愛着があると、いうことなんでしょうかね。あと先ほど野田さんが固く握手をしたというふうに言ってましたが、鳩山さんの意識としてはそこはないなと思いましたね。というのも昨日言ってたのは、2009年マニフェスト、鳩山さんも、松井浩二さんなども作った、あの原点ですね、今回の選挙の、その時に、とにかく国民との約束だったんだと、その国民との約束を破って今の野田総理は、自民党の安倍総裁とかの約束を優先したと、これはおかしいじゃないかということを言っていたんで、そこが民主党の血統精神、つまり最初の国民との約束に戻れということを、自らの引退ということを、言いながら、そして、それを野田総理に最後お願いしたというか、ぶつけたということじゃないかなというふうに思いますね。今マニフェストのお話ありましたけど、まさに3年前の総選挙はですね、政権選択選挙だと言われまして、鳩山さんはまさに政権交代の顔となったわけなんですけども、そんな鳩山元総理、普天間をめぐる迷走などもありましたが、政権交代で生まれた鳩山政権の意義って何だったんでしょうかね。そうですね、やはり、例えば普天間のことも、今回の出馬表明で、今ホームページに鳩山さんアップしましたが、やはりその弱者に対する政治をやってほしいと、でこういうふうにも書いてるんですね、私が愛した民主党の同志たちにはどうか血統の理念を思い、弱き者小さき者の声に耳を傾ける政治をしていただきたい、見えない放射能に怯える若い母親たちの気持ちに心を寄せる政治をしてもらいたい、理屈や数字だけの事柄ではないのですと、そして、2つのお願い、1つは沖縄のことです、もう1つは平和外交、これも沖縄の基地にも関わること、最終的にはこの2つのお願いをして、政界引退なんですが、両方とも沖縄なんですね、それは日本の社会の中ではやはり、弱き者という認識が鳩山さんにあるのかなと、まさにこれが友愛精神だったし、あと民主党の懐かしい96年の血統の精神だったんだなということを昨日食事しながら私自身もちょっと思い返していたというのが、実際のところですね。今その友愛精神なんですけども、野田民主党の中にはじゃあちょっとないんじゃないかと。ないですね。要するに政策に従わなければ公認しないと、いうようなことは、そうですね、これニュースになりましたが、あんなことは、民主党の血統精神に、少なくとも私が秘書をやってる間は、誰一人そんなこと言わなかったんですね。野田さんか安住さんか誰がやったのか分かりませんが、随分変わった党になったなというのが、実際の私自身の実感でもあるし、鳩山さん昨日の夜そういうふうに言ってたのも、やはり悔しさとかいうよりも、むしろ、目を覚ましてくれというようなことを盛んに、昨日の夜言っていたというのが印象深かったですね。一方でどうなんでしょうね、こういう友愛精神非常に大切なことだと思うんですけども、この3年3ヶ月ですかね、振り返ってみますと、こういった精神だけじゃやっていけなかったのかなということを痛感した民主党政権の3年3ヶ月かもしれませんけども、そのあたりどうでしょうかね。そうですね、野党時代96年結党時代に、中曽根元総理が、鳩山さんの言う、民主党のできたばっかりのことを、称して、ソフトクリームみたいに溶けてしまう甘いもんだと言ったんですね、まさにその指摘っていうのはずっとあったんですが、私自身はそれでもよかったんじゃないかと、そういう政党が一個ぐらいきちんとあってもよかったんじゃないかというのは今、改めて思いますね。これ鳩山さんが引退することで今後民主党、そして日本の永田町の動きにですね、どういう影響があるとお感じになってますか。鳩山さんほか、元首相今回かなり引退してます。そうですよね、森さんも福田さんも、福田さん、首相ではないですけど田中川秀直幹事長もそうですが、あと渡辺晃三さんとかね、そうですね、世代交代ということもあると思うんですね、
そしてまたそういう、まあ、重鎮というか古くからの政治を、知っている方が引退するというのはある意味一つの時代の転換点だと思うんですが、うん、ただここで、それなりの経験とか知識とかあるわけです。小川誠さんもそうですが、はい、そういう方たちの知識とか経験を継続しながら受け取るところは受け止めてやっていかなくちゃいけないんじゃないかと、その断絶っていうのが怖いので、むしろ鳩山さんには、バッジを外したことによって逆にですね、いろんな形で若い人たちに、まあ記者会見でも言ってましたけど、若い人たちにその政治とかあるいは社会の仕組みなどを教えるような、役柄に回ってほしいなというふうに思いますね。第三の人生を歩んでいきたいという、その第三の人生はじゃあ何だったって話ですよね。だからね、あの昨日宇宙に帰るんですかって言ったら、まあ冗談で言ったんですけど、黙ってましたけど、もっとあのきちんとしたものを相当考えられてると。ただこれはちょっとオフレコなんで、うん、私も今言えませんが、はい、まあ、いろんなことを、模索してると。そしてある程度のアイデアはあるようですね。はい、今鳩山さんと言いますと、その総理を辞めた時に総理が影響力もついちゃいけないということで一回引退宣言されてるじゃないですか。でまた今回の引退宣言ということもあってなんでしょうか、佐々木さんからツイッターでですね、まあ引退、政界引退は額面通りに受け取れないですというようなご意見もあるんですけれども、うん、まあ、今回私もそれ聞いたんです昨日、はい、そういえばもともと辞めると言ったからちょうどいいんじゃないですかと言ったら、いやもう一回再出馬しちゃうするって言っちゃったからねと、だから2点3点になっちゃうんでそれは使えないと、まあ正直に言ってましたが、うん、ただバッジをつけないで政治家をやることもできるんです。これは総理時代に私自身もちょっと言ったことがあるんですが、カーター大統領のような、要するに辞めた後の元大統領外交とか、それは元内閣総理大臣外交っていうのは首相でしかできないわけですから、うん、バッジを外してそういう外交をやったらどうでしょうかということを僭越ながら言ったことがあるんですが、3年ぐらい前ですが、あ、2年ぐらい前ですね。まあその時はあまりうなずいていらっしゃらなかったんですけど、今回はちょっとそういう意味では違う考えを持っているのかなというのが、昨日鳩山さんと話した時の、実感ですね。ね、ずっとこう鳩山さんの近くで取材されてきた上杉さん、最後にこう鳩山さんに、まあ、政界引退が決まった鳩山さんにかけるとしたらどういうお言葉をかけて差し上げたいと。まあお疲れ様でした言うのはまあ月並みですけど、うん、あとはただその総理時代に得たもの、はい、これをもう包み隠さず全部書いてほしいと、はあはあ、そして言ってほしいと、 そうですね、はい、それはやはり総理時代の得たもの、官邸中のこと、記者からのことも含めて、それは鳩山さんの情報じゃなくて国民の情報ですから、うん、最後全部どんなことがあろうと、そして鳩山さんがどうなろうと全部きちんと日本のために吐き出して、そしてきちんと引退ということの花を飾ってほしいなというふうに思いますね。この時間は鳩山元総理、政界引退、友愛精神はどこへ行くをピックアップしました。さて、東日本大震災の復興予算が被災地以外でも使われている問題、これにつきまして平野復興大臣は先週の新仕分けの結果も踏まえてですね、来週にも新しい基準を公表するとしておりましたけれども、まあ、選挙ということに言いましてこちらの問題ちょっとこうかすんでるイメージありますけれどもね。はい、まあ復興予算というね、名目にもかかわらずその名目通りの使われ方がされてないということは、まあ、ジャニーズも含めてかなりずっと指摘をしてきてまして、うん、してきましたが、それがね結果として被災者のために使われていないということですから、まあ、そのあたり本当に一体何のための予算だったのかと、そして、これも普通に国会も開いていたわけですから、その分は本当に腹立たしいというか、一体どうなってるんだということをきちんと究明してほしいと思う。そうですよね。これまあ選挙の結果どうなのか分かりませんけども、これはしっかりねチェックしてほしいなという感じがありますけれども、まあ、震災から1年8ヶ月が経ちましたけれども、津波の被害からの高台移転などの住宅の問題、雇用の創出をどうするのか、そして原発事故による住民への補償など解決できていない問題が本当に山積しています。震災直後から日弁連では無料法律相談を行ってきました。津波による住宅や土地の損害、仮設住宅、税金、労働、原発事故についてなど、まあ、その相談は実に4万件を超えています。まあ、こうした相談をデータベース化して法律の観点から次の災害に備えて教訓を伝えるという教育があります。それが災害復興法学なんです。震災から2年を前に起こったことを単に伝えるだけではなくて、法律がどのように生かされるべきか、そしてその法律教育する段階に入っているのではないかということも含めて、まあ、支援復興だけではない、はい、次のステップに今後向かうのかというところなんですが、
4万件を超える法律相談から震災の教訓が浮かび上がったそうです。これらの真実から私たちは何を学び取るべきなのでしょうか。今夜タイムラインがフォローするのは、4万件の真実から何を学び取るのか、災害復興法学が果たす役割。災害時、被災者の悩みに法律はどう答えたんでしょうか。弁護士の岡本忠さんは、無料相談で寄せられた4万件のデータを細かく分析し、慶応義塾大学で災害復興法学として講義を行いました。この災害復興法学とはどのようなもので、どう役立てられるべきか、岡本さんに伺っていきたいと思います。今日はスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、岡本でございます。よろしくお願いいたします。災害復興法学という、これちょっと聞き慣れないというか新しい言葉なんでしょうか。このあたりは大学で講義することになった経緯というのはどのようなものでしょうか。はい、まさに被災地の状況はですね、今まさにまだ被災が続いているという状況だというのは、今ご認識の通りだと思いますけども、まさにそういう時期だからこそ、その時に何が法律が役に立ったのか、あるいは役立てるのかというのを残したいという思いがありまして、これで、大学の方に持ちかけたところ、ちょっと講義をしてみないかということで、まずそれが経緯になります。なるほど。具体的にはこれどのような形で講義をされてるんですかね。はい、授業でございますので、これは実はロースクールの授業なんですけども、ケーススタディを中心にですね、できるだけ生のあったことを、モデルケースにして伝えるということを務めました。なるほど。そのケーススタディっていうのがまさに4万件のということも含めたいろんな形での、声とか、そういうものなんでしょうか。はい、今4万件とおっしゃっていただきましたけども、結果として今それだけデータベース作れましたけども、当時まだそれだけの事例がたまっていない頃からいろんな問題がありまして、そこを特徴的なものを取り上げて、皆さんに学んでいただこうと思いました。このさまざまな相談事例というか、それが、立法へとつながったというケースもあるようなんですが、具体的にはどんなものがあったんでしょうか。はい、大変これは興味深いデータもあるんですけども、例えば一つ、いわゆる皆さん二重論というお話を聞いたことはあると思います。ただ二重論というのは、津波でですね、家が流されてしまって、でも住宅ローンを抱えているという方々、これ破産しなきゃいけないとなると大変これ後の生活再建辛くなってしまうので、何とか、別の方法がないか、そういうお声をですね、こう集めて、いろいろ提言できたという一つ成果があると思っております。なるほど。本当に二重論もそうですが、あと例えば福島などは放射能の事故によって、家族は別のところに行って、そして、働く人は中で働くというようなことで、その見えない二重論みたいなのもたくさんありましたよね。そういう意味ではいろんな、ケースがあると思うんですが、この、3.11 直後、それからまたこの、講義を始めて、しばらくしてから、そして今なお、現在もこの状況なんですが、この間に時間の経過とともにですね、法律のその相談の、内容というのは変わったのか、あるいはそのままなのか、そのあたりどうなんでしょうか。はい、これもたくさんのデータを分析することで非常に特徴が出ておりまして、例えばその今言っていた生活再建の話にしますけども、例えばお亡くなりになった方の相続の問題なんていうのはですね、初期の頃はやはりお考えがまとまらないのか、それどころじゃなくて生活再建が大変で、なかなかそうか考えがまとまらない方が多かったんですけども、やはり時を経つにつれてですね、やはり特に津波のひどい地域ではですね、だんだん増えていく。でも本当にアップアップの状態になってしまうと、そういう時間的な変化っていうのも多くございまして、そういうのを細かに分析していくとですね、今何をしなきゃいけないのか、法律が何が例えば足りないのかっていうことも見えてきました。私自身は、3.11 福島を中心に、取材をしていたり、あるいは通ったりしていたわけなんですが、今もラジオの番組を持ってたりしますけど、その中でやはりどうしても放射能の問題っていうのが他の問題と随分変わって違ってきてるのかなと、そしてそれに対する損害賠償とかの、額っていうのも、ほとんどなんか、全額支給から程遠いような状況だという認識があるんですが、そのあたりどうなんですかね。なかなかちょっとデータベース上はですね、今言ったように賠償の問題直接的には見えてこないんですけども、それは一つ一つやっぱり上杉さん今おっしゃったようにですね、お声を拾っていくのが一番なんだろうと思いますが、私もあまりにデータの中でですね、どれだけ読み取れるかということを中心にやってまいりました。
なるほど。その今、これデータもそうなんですが、この法律相談っていう部分ではこれ無料相談と、まあ、手元に、ありますけど、情報分析結果無料相談のもの、これ無料でやってるってこと自体が結構驚いたのは、となると、岡本さんどのように、その生活も変ですけど、そういうプラス面っていうのはどこにあるんですかね。弁護士がやる活動はですね、やはりこれは一つ公的な援助も受けることができますので、まあ、我々としては、まあ、そういうところからの援助をもとに被災者の方にとってすればこれは無料と、そういうふうにご理解いただけたらいいのかなと思いますが、なかなかこれは被災地の弁護士だけでもやりきれないものもあるので、うん、まあ、私も時々何回か行かせていただきましたけども、うん、まあ、東京の弁護士やあるいは阪神淡路を経験した弁護士などが応援に駆けつけたりすることは今でもやっているということでございます。うん、あと今回やっぱり何と言っても繰り返すように放射能事故っていうのはこれだけ大規模なのは日本にとって初めてなわけですよね。そうすると法律が想定してないものっていうのは相当あると思うんですが、そのあたりに対しての対処っていうのはどのようにされてるんでしょうか。そうですね、若干ちょっとデータベースだけからは見えてこないところがおっしゃるようにあると思います。そこは今言ったように、うん、現地のお声というものを一つ一つ繰り返しになりますけど拾っていくということではないかと、やっぱそこに尽きるのかなと思っております。なるほど。あとこの災害復興法学、これ今年だけではなくて来年も、講義が開かれる予定だということなんですが、それは内容的にはどのような形でやっていかれるようとされているんでしょうか。はい、先ほど申しましたように被災地はまだ被災が続いているという状況だと思います。津波の地域もこれからいろんな高台移転も含めていろんな事業をやらなければいけませんし、今言ったように相続やローンの問題片付いていないと思います。うん、そういう意味では徐々にこうニーズも変わっていくと思いますので、またそれをケースにして、あるいは基本的なところはやはりどういうことを法律からやったのかということをまた再び語っていきたいと思いますし、一緒に生徒の、受講生の人たちと学んでいきたいなと思っている次第です。岡本さんと、あと同僚ですかね、小山さんですか、情報統計室のがまとめられた東日本大震災原発事故災害復興支援という、これ連載になってるんですけど、か自由と正義の中で書かれているものですが、そこをざっと見ると原発事故に関する法律相談のうち損害賠償の内訳といっただけで項目がものすごくあるんですよね。こういうの一個一個ですね、相談に乗っていくのは相当な知識と労力も必要だと思うんですが、こういう活動に対して協力してもらえる方とか、あるいは援助してくれさる方、あるいは弁護士のその同僚っていうのはいらっしゃるでしょうか。もちろんですね、もちろん現地の弁護士さんを中心にですね、そういうご相談をされているように聞いておりますし、私自身はなかなか福島の方は行けておりませんけども、こうやってデータを見ていくと本当にいろんなニーズがあるなというのは出てきました。ですのでこれからやはり、もし法律という分野であれば、まあ、仲間たちが一生懸命これからもやっていくことになると思いますし、まあ、その時私どもが作らせていただいたデータがですね、何らかの形で生かされたら、それはとてもよろしい、いいんではないかなと思っております。うん、この災害復興法学、学生の方はどういう印象を持ってます？はい、ちょっとぜひ嬉しい報告があるのでしたいと思うんですけども、実は私の授業全15回春の授業として夏までやらせていただいたんですが、夏休みにですね、私の授業を聞いた生徒たちがその初めて被災地に行ってスタディーツアーという形でですね、ボランティアや被災地の市役所などを訪ねて、そういうスタディーツアーに参加してくれたということもあってですね、やっぱり東京の人たちにとってこういう忘れないというメッセージが伝わったんじゃないかなと思って、すごく嬉しい結果になりました。そのあたりどうなんですかね。そのデータベース化ということで非常にこう貴重な資料ということでいろんなことに役立つと思うんですが、要は学問としてこう受け継いでいくというところの意義というのは最後に伺いたいなと思うんですけれども、はい、そうですね、まさに今状況を伝えるというのも一つの、領域だと思いますけども、学問というかやはり防災の教育の中の一つとしてですね、やはり法律が何ができるのか、それによってやはり救われていくいろんな生活もあるんじゃないかというところに皆さん気づいて、やはり広く国民の皆さんが気づいてもらえるような、そういうきっかけとなりたいなと思っておりますので、学問というか、まあ、そういう防災教育の一環としてもこういう法律面というのをぜひ活かしていただきたいなと、そういうふうに考えています。3.11 を、経験した日本、この災害復興法学というのは今後、日本中に広がっていければそれこそ、まあ、創設者の一人である岡本さんにとってもプラスじゃないかと思います。今日はありがとうございました。はい、今日はスタジオに弁護士の岡本忠さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。
東京 FM タイムライン、今夜は4万件の真実から何を学び取るのか、災害復興法学が果たす役割をフォローしました。来月の総選挙では外交安全保障や TPP、 エネルギー政策、そして消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革などが争点となるわけなんですけれども、その中でも消費税は2014年4月に 8%、 その1年半後2015年10月に 10% と2段階で税率を引き上げることになるわけですけれども、国民の生活が第一やみんなの党などは増税に反対。しかし日本維新の会は消費税を地方税化とし、税率 11% を目安として増税を容認しています。消費税の増税は私たちの生活に直結する問題ですけれども、増税によって庶民の生活が厳しくなり景気が悪くなるとする意見がある一方で、それは嘘だとする本があります。総選挙を前に私たちは消費税が及ぼす影響を冷静に考える必要があるのではないでしょうか。諸行空間、今夜の一冊は森信茂樹、消費税常識の嘘。私たちはこの社会保障を安定させ強化をするため、充実するための、そしてその財源として消費税を充てるというこの改革をやり抜くこと、この一線は決して譲ることはできません。先週の金曜日に衆議院の解散を受けて行われた野田総理の会見、聞いていただきましたけれども、来月の衆議院選挙の争点の一つ、消費増税。消費税常識の嘘の著者、中央大学法科大学院教授で法学博士の森信茂樹さんは、1997年4月の消費税の増税の時に当時の大蔵省で財務官僚として関わっていたそうです。税率引き上げから15年、今回の 8% そして 10% の引き上げは国論や与党民主党の分裂を招いています。そこで森信さんはこの本の中で、不人気な政策である消費増税を細かに分析解説しています。なぜ所得税の増税ではなく消費税の増税なのか、例えば高額所得者から所得税として多くのを負担してもらおうとしても、それほどの税収増にはなりません。税率を 1% 引き上げると350億円程度の増収が見込まれますが、そこには必ず節税策が出てくるために、所得税での税収増を図るにはとても厳しい増税になると言います。そこで安定した財源と言われているのが消費税なんですが、世代や所得に左右されることがなく、各個人の裁量選択になるというのが消費税のメリット、すなわちコントロールが効きやすいということなんですね。しかし一方で、さまざまなメディアでは消費税の増税で年間何万円の負担増といった見出しや検証などが行われています。これに対して森信さんは、自動的にその金額が所得から取られるわけではないと報道のおかしさも指摘しています。この何万円は増税前と同じ消費水準を維持した場合の最大負担額、これは家計ごとの判断で変わるというんですが、上杉さんはこの消費税増税、そしてこれ増税に関する報道なども含めてなんですが、どのようにご覧になってますでしょうか。そうですね、単純に、将来的な消費税増税というのは私自身も別にこれは問題ないとずっと10年ぐらい前から言ってるんですが、ただ政治はですね、消費税増税の前に、予算の総組み替えや、あるいは公務員の削減、そして、政治家自らの、歳費削減や税数是正ということを訴えたわけですね。そして約束したんですから、順番を間違えてはいけない、そしてその順番を間違えている今の野田政権に対しては、単純に消費税賛成というのは言いにくいのかなというふうにこの本を見ながらも思いましたね。この本の初めにですね、森信さんはこのようなことを書いてるんですね。世の中にフリーランチ、何かを犠牲にしないで何かを得ることはできないということなんですけども、これについてはそうですね、財務省も含めて、多くの官僚システムもやはりそのフリーランチ自ら率先してやってほしいなというふうに思います。諸行空間、11月21日今夜の一冊は森信茂樹、消費税常識の嘘でした。は
い、今日も、まあ、畑山さんの話を中心にしてきましたが、はい、その畑山さん、来週27日ですね、11月27日の火曜日に自由報道協会で、会見を行います。またですね、今日ニュースの大きなニュースの一つだったんですが、東京都知事選、はい、猪瀬直樹副知事がですね出馬表明をしましたが、その猪瀬直樹副知事、そして、松沢重文、前神奈川県知事、宇都宮健児弁護士連合会の前会長の宇都宮健児さん、はい、それから自民党の総務会長などを務めた笹川隆さんなどが同じく自由報道協会で11月25日日曜日、18時から合同の、討論会記者会見を行いますので、ぜひ、あのネットあるいはラジオでも、そのあたりをフォローしていただければなと思っております。まあ、あの先ほど上杉さんも、ね、話しておっしゃいましたけれども、こう衆議院総選挙の方に目が行きがちですけども、この東京都知事選挙も重要な課題問題たくさんあるわけですよね。そうなんですね、あの予算規模12兆円、現業を含めれば6万5000人という、巨大な、まあ、いわば国家ですね、そのトップになると、しかも行政職として大統領並みの権限を持つ、はい、この頂点の人を決めるという選挙は、まあ、ただ単に東京だけの地方の選挙というよりも、日本全体の選挙というふうに見てもいいのかもしれません。もちろん東京都民しか、投票権はないわけですが、うん、そういう意味ではチェックをきちんと、都民はするべきじゃないかというふうに思いますね。はい、また機会がありましたらこちらね、都知事選挙の、まあ、争点などについてもお話を伺えればと思います。東京 FM タイムライン水曜日の今日は上杉隆と今井博美がお届けしました。